おはようございます。おはようございます。アコーディアゴルフのアクアラインゴルフクラブにやってきております。前回ねマッチプレー対決やったんだけど、うん、すごい雨で途中でできなくなっちゃったんで、まあ、今回リベンジマッチプレー、前回とポイントをちょっと変えようと思ってます。ボギーは1点、パーが2点、バーディー3点。早速リンゴルフのアレンジマッチプレー対決、たえちゃん対ほのちゃんやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。さあ後半はたえちゃんがバーディー2つ取って、今前半と後半合わせてたえちゃん12点12ポイント、ほのちゃんは前半のまま4ポイントです。8点差です。頑張って。右目だけど多分大丈夫だと思う。ナイス。すぐ見えなかったと思って。難しかったね。本当だね。雲がめっちゃ流れてるから。帰りします。32ヤードです。はい。7番。乗った。ラストタッチだけどね。惜しい。ナイスパー。マシ。はい。パーです。マシ。ありがとうございます。はい。よっしゃ。え？でもだいぶ振れるようになりました。うん。でもすごいね。右からの。右から。それで行く。それで行く。完璧。よっしゃ。真ん中です。何ヤードでしょうか。ピン位置見た、タイちゃん。プラス8かな。奥だった。うん。162です。ありがとう。もう上だよね。上げ、うん。左から。
いいね、左からの風だって。どう、オーバーした？あげじゃないよこれ、フォローじゃん。フォローですね、うん、左からのフォロー、うん、フォローっぽい。でも今右からだよ。でもさ、ピンの間、周り気がする、うん、木がすごい。乗った、大丈夫、うん、結構抑えたの私。フォローのかな。やっぱりフォローなんですかね。ほのちゃんがオーバーしちゃったから。確かに。先打ってもらったから。これなんかドライバー飛ばさない方が逆に有利な説ある。セカンドの方が難しくない？これでまたバーディー取っちゃったらダブルアップを早めにしなきゃいけなくなるかもしれない。ほのちゃんが土下座するんならいいや。ダブルアップ。まさかのほのちゃんの土下座が。エスパーナイス。やばナイスバーディー。もうゾーン入ったね。うん、なんか、あ、忘れてた、エスパーリー。何さあれ、なんかじいちゃんがこうやってやれって言うから、こうやってエスパーリー静かにやってたんですよ。もういいよ、こうやって、もういいよ、一回やられると恥ずかしいから早くやって、もう一回やって。ダメね、それよりも目つきの後の方がやばいから。なんか変なキャラ作っちゃった。変なキャラできてるよ。ここニアピン3ポイントしましょう。あ、ニアピン作る？ OK、いいよ。ニアピン。そうだね。これ負けたら終わるよ。勝負に出ます。勝負出る。今だって15対4だもんね。今3ポイントでしょ。うん。さっき12点だ。さっき8ポイント差でしょ。8ポイント差。12点。じゃあ5ポイント。ニアピン5ポイントからバーディーしたら8ポイントじゃん。そう、やばいよ、やばいよ、動くよ、動くねとか言って取られたりして。取られたらもう終わり、最後の2ホール、2ホールはもうプッシュプッシュでいかないもうギャンブラーで赤字、赤字怖い怖い、キングボンビーみたいな。いけるんだけど。じゃあそれでいきましょう。勝ったらなんか上がるわけじゃない。いや、そうなんだよね。でもね、これを機に例えば対決みたいなね、もう2人誰か呼んで、うん、勝った30万円とかさ、もうできるかもしれないから。賞金、そう、賞金かけて、それいいね、やりたいよね。なんかスポンサーさんお待ちしております。お願いします。お願いします。お願いします。このなんていうの、さえちゃん、ほのちゃん、プラス、まあ、女子プロ目指してる、まる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 ちゃん、4人で、30万総取りみたいな。いいね、みんな喜んで出るよね。で、手数料私にいただければ。手数料ってなんすか？何中みたいな。悪いな。